我害怕哟，我害怕哟。我靠，这地啊，这个装葛的哦。我做给张博的。没有啊，你装葛的。我给你装的，你跟着我哦。听歌。没念啊。お疲れ様です。いいね、なんか雰囲気すごいいい匂いする、この部屋。うわ、ちょっとちょっとちょっと見ましたよ、私は。ちょっとフライングしてつまみ食いしてました、この人。私は見ました。コンロ2つあるでいいな、キッチンな。やっぱいい、ここの方がいい。前のところとどっちがいい。こっちもいいですね。毎日楽しい。あ、こっちいい。こっち、はい、一人ヘッドウェアがいいだろう。そうですね。え、帰ってきたのか。おお。え、何、お仕事。はい、仕事行っとる。あ、もう行っとるの。知らなかった。使ってきた。ここいい、向こうとこっちどっちがいい。11やとこっちいい。おお、ずれー。いやー、ちょ、女の子呼んでこい。女の子誰ですかって、お前ら毎日呼んどんだろう。お前嘘つくな、お前嘘、呼んどんだろう。じゃあ、呼んでない。おやまい、これなんていう料理。見てきな。あ、ゲームレオ。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 おいしい。お、味見もするんだ。めっちゃうまそうや。いつも夜何食べてる。ここでみんなで食べる。一緒でもスーパー行くの。帰ってきてから。日曜日。あ、買いだめしとくんだ。あ、日曜日にいっぱい買って。頭いい。お前机壊れるかもしれんぞ。机高い、いや、安いやつだね。壊れるぞ机。バカの前で。幸せそう。めっちゃ可愛い。めっちゃ大丈夫。え、これ見た、これゴクさんが見したら、これもとかめっちゃ幸せそうな笑顔だった。めっちゃ可愛い。仕事でもっと喜べよ。さあさあ、電車で。あ、写真撮るわ。行きます。はい、リンさん、リンさん、こっちですよ。あ、バーブ。行きます。はい、チーズ。はい、バーブ。次は、おー、これだよ。やばいやばい。あはははじゃあみんなそっち行って、全員で。やばそう。そう、おい、全部上、全部上。やばい、全員全員全員。やばい、やばい、やばい。まだいいよ、まだいいよ。うーん、やばい、やばい、やばい。もうちょっと行って、もうちょっと行って、もうちょっと行って。やばいよ。いいぞ。あれ？ワン、ツー、スリー。外で育てるのこれ。めちゃくちゃ硬い。
chúc chay đi ba ông mới đó ba ông mới đổi mà đi làm ấy chưa đừng gớm ấy こいつもベテランみたいななあ、5年くらいおるみたいなカーテンにいるなぁジョン君おいおっと、ゲタンコールなめよわベテランくるみやばめんでやるこれもおるやん怒っとるみたいなもん怒っとる怒っとる感じじゃない怒っとるほんまにでやん không có đi xem nhé, chỉ cần cấp ôn thôi. Kiến cấp. Mấy yên à? Đi xem đi, cấp ôn xem đi. Cấp ôn xem đi chẳng. Quá đi cột đá. Không có gì à? Nhưng mà nó không có. Ủa là cái kiến sư rồi. でもまあ俺いいことは言わなかった。ただが欲しいとかあれ欲しいこれ欲しいわ。なんとはなんか。いいよ。でも全部田中さんもね。はい乾杯。いやいいよ。ぶっかけだけ鍋。ぶっかけだけ。なんとわからんから。いや今でもダメって言うだけだから別にいいよって言ったらいいんだから。今だもんね。なんだわからん。怒られてる。怒られてるみたいな感じされて。いや、それだけ真面目なんだよ。怒ってないでしょ。これさ、視聴者の皆さん、これさ、用意してって言ってない。前回で一回ボツったんだな。そうそう。そうだね。だって完成したからね。完成したからいいやと。みんなが料理を待って準備してくれるんだけど、まさか、まあ時間が遅れて、まあ映画とか中止なーとか言ってたんだけど。それが全然伝達ができてなくてね。実習生は知らんもんね。すごい料理よ。しかも出来上がって待っててくれたんだよ、食べずに。ご飯を食べずに待っとったんだぞ。それ9時ぐらいの話で9時ぐらいに多分食べ始めてる9時だったの多分9時ぐらいまで待ってくれてたと思うで、もうすごいもうこちらで行ったらサイクロンをおもてなしなわけだろ謝っとかなきゃいけないこれはあの、実習生の面接行くだろ君の中で乾杯乾杯隣に面接行くだろお前だよ、それ飛行機乗って面接行くあの、日本人行くだろベトナムに来て最初1年目を入れてちょっと俺が決めた俺が決めただろお前できるよね、龍神龍神君ベテランで行くだろ来るだろそこのお前らいましょうねえ、アイーンさんねアイーンさんやばいよベトナム帰って5キロ太ったらしいいや、太ったもんね楽しいだな、そんな帰ってな帰ってもまだ友達みんな中国行ったつまらん逆につまらん家族多いだろ家族多いだろあ、奥さんもいや、奥さんまだあ、お前結婚してないのあ、結婚するやつだねお前タンさん最近タンさんやばいお前ら、お前らいや幸せそう。めっちゃ可愛い。めっちゃ可愛かった今。めっちゃ大好き。え、これ見た。これゴクさんが見せたら、これもとかめっちゃ幸せそうな笑顔だった。やばいやばい。ゴックさんは本当に結婚してるんですか結婚してるよ子供何人2人ですで、あと結婚してるよねもう結婚してるよ子供何人これ1人かあともう子供は2人2人リエゴ5人目あ、結婚してるよねまだ6人お前はいいよお前はもう出らんかお前お前来ていかないだろお前じゃあぼちぼちじゃあ日本人チェックしようか一番優しいわ一番優しい何分かるバッタンバイ本音だぞ本音本当本音喋るよ嘘つけです 嘘言わず嘘優しいなえかじゃあ順番に行こう日本人、日本人一番優しい先輩から先輩からゴクさんからお前らいいや、別にいいや大変のそんなんお前
みんな楽しいか優しい。いや、一番一番僕は毎日そういっす。翔さん翔優しい。あいつ優しくねえだろ。ちょっと、うるさい。翔優しくねえよ。一番誰が優しい。みんな優しいって。みんな優しいけど一番優しいわ。お前ちょっとまだ飲みたりんなこと飲めよお前。飲んでねえよ。飲みたりんな。お前のこと自分飲んでたよ。お前誰だよ。誰だよ。でかい。お前そういうのやめてよお前。あいつダメだよな。あいつはいや。お前もう免許取らんでいいわ。お前もうずっと留守一緒にいっぱいいてる。あれ動かんだろ。あ、じゃあじゃあじゃあもうずっと入手現場行けよ。もういいよ、もうな。お前もいいよ、トラック買ってきたろ。トラックな。トラック買ってきたいいんじゃん。もうずっと入手だぞ、お前。お前は誰が一番優しい。いや、違う、お前みんな一番好きだ、誰。じゃあ、じゃあ、どんどん誰が優しい。お前は何だよ、面白い。じゃあ、お前もトラックはもう自習室になってくる。いいな、それでいいんだ。いいな、わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。誰一番好き、そんなにみんな好きだけど、そんなに。やっとんだ、お前は。下に落とす。おい、下に落とす。おい、下に落とす。例外、例外。誰一番好き。いや、全然嫌いじゃない。嫌いじゃない。全員好きだろ。その中で一人だけよ、もちろん。いや、一人好きじゃないんですか。ずっとリュウジ。リュウジじゃないも失礼だけど。リュウジ以外。明日一生も上手になるのね。トラックで、これは一番ね。トラックで、自信だけど、3人だけ。うまいよ。壊れたね。壊れたね。ずっとリーチ。オッケー。ボードを振るときでも動画になるから。頑張ります。頑張ります。自分たちだけで痛いだろ。痛い嫌だ。お客さんと喋るの嫌だ。自分たちだけでトラック、免許持ってさ。僕が行きたいんだ。マヤは。日本語まだバラバラ話すなんていけないと思うんで、それは現場入って、なんか、わからんだなちょっと怒られてて、でも、わ、いや、僕もバラバラまだ話せないなんか、喋ったら分かる、喋らんとか分からんそうです。だから、自分で一人で座ってみたら勉強するじゃん。あ、一人で行きたいで、やっぱクレームになったら、ここダメだ、日本人と一緒に行っちゃうからさ。じゃあ、皆さん結論、実習生は全員クソ。リュウジさん、お願いします。みんな仕事もプライベートも楽しくやってますんで、たまに動画にも出る。こういうのをさ、ちょっと高木ちゃんと思って俺、本当にいいと思うのは、あの、ジェネラル人のどうとか、あの、外国人実習生のどうじゃなくて、いや、こんで、もう日本人より日本人来れるのか、そこなんだよ。携帯の部屋が、お前だけだって。こんなやつおる。社長が来たから、携帯開けたらあんねん。タバコも俺がいいよって言うまで座らん。そう、日本人おるよ。みんなバカバカ。あいつらはずっと TikTok 見とる。いや、それぐらい真面目。こんだけ暴れもいろんな。認識した方がいい。はい、すごい。締めてって言ったら一人しちゃったから。そういうことですね。やばいな。じゃあこんなみんな仲いい実習生がいいってなったら、この動画にいいねとチャンネル登録をお願いします。はい。せーの。あ、みんな見ない。みんな見ない。みんな見ない。